FM 新潟。では現在頑張っている若者ですとか企業を考えている皆さんにアドバイスをお願いします。はい、ですね、新潟県の人たちはですね、どちらかというとおとなしくてですね、奥ゆかしいイメージがあるんですけども、まあ、それはね、個性ではあるんですけども、マイナスになる可能性も十分にあるんで、もっとね、自分に自信を持ってポジティブにですね、明るく楽しくどんどん飛び出していけば面白い結果が絶対出てくると思いますんで、ぜひぜひ皆さん怖がらずにですね、みんなと手を取り合ってですね、旅立っていければいいかなと思いますので、じゃあみんな一緒にですね、新潟を盛り上げていきましょう。